ってきた。金沢秀明を丸裸にするとそう。マジか。日曜の夜、二人の男が第三の男に頼らずに果たして短歌道を全うできるのか。やはり頼りない二人の男で終わってしまうのか。短歌チャンネルへようこそ。明日は緊急企画、金沢秀明を解く。お楽しみに。